オンタリオハイドロはカナダ・オンタリオ州政府が所有していた電力会社である。1906年創業の高企業で1999年までオンタリオ州の電力を供給していた。1999年にオンタリオ州電力政策の規制緩和により5社に分割民営化され、全発電所の所有権と運用はオンタリオパワー・ジェネレーションに引き継がれた。 ナイアガラ公園委員会がニューヨーク州とオンタリオ州を結ぶ国際観光鉄道を計画した際に1888年にナイアガラ川を活用した水力発電の構想も生まれた。国際観光鉄道ナイアガラ滝公園河川鉄道が1892年に認可され1900年までには20万馬力の発電機を稼働させていた。 1899年にはこの電力を販売する会社が数社登場した。天然資源を私的に流用しているという懸念も起こり、1902年にオンタリオ州ベルリンで非公式の評議会が開催され、オンタリオ州議会に対し地方自治体主導の電力共同会社を提案した。当初、当時の州政府はこれを退け、1905年総選挙で敗北後に、 公立の電力会社設立に向け作業を開始した。選挙時には、ジェームス・ホイットニーは、ナイアガラの水力発電は、空気と同じようにただであるべきだと主張した。アダムベック水力発電所オンタリオハイドロの送電網地域1906年5月、オンタリオ水力発電委員会が設立された。ヘプコは、当初、政府機関、国営企業、地方委員会、 民間企業のいくつかの組織のハイブリッド型の独特の運営を行った。1907年にトロント及び18の地方自治体での住民投票が行われ、ヘプコとの暫定的な送電協定が承認された。1910年にナイアガラホールズから長距離送電線によってベルリンに電力が供給された。その後1920年代に送電網は著しく拡大していった。 アビテビ渓谷発電所1960年代にはヘプコは北米で初めて超超高電圧送電を開始した事業者となった1960年に計画開始し1967年には50万ボルトで北部オンタリオの遠隔地からトロントやオタワなどの南部オンタリオの都市部に送電を開始した九百七十年代から九百八十年代にかけて 現在の50万ボルト送電網を完成させた。原子力発電開始前では、オンタリオハイドロは、下記の電力供給を実施していた。1974に、ヘプコは、オンタリオハイドロという好企業に改祖された。オンタリオハイドロはこれまでも、委員会のニックネームとして呼ばれてきたもので、現在でも電力源に関わらず、ハイドロが、電力の代名詞となっている。 1998年、オンタリオ州議会はエネルギー競争法を可決した。この法律は、電力供給に市場原理を導入するもので、オンタリオハイドロを民営化し5社に分割する内容であった。5社は、下記の通り。オンタリオパワー・ジェネレーションとハイドロワンは、高企業ではなく私、企業として運営する意図があった。 オンタリオハイドロは1999年3月31日に創業を停止し、全資産を後継企業に移管した。ありがとうございます。